三日月の滝は、大分県九州郡九州町山浦にある滝である。やば北江彦山国定公園の区域に指定されている。嵐山田木神社の一の鳥居と、参道脇の石東楼九州川に架かる落差約10メートル、幅約100から150メートルの滝で、馬蹄形の滝壁を持つ。その形を三日月に例えて、三日月の滝と呼ばれ、ナイアガラの滝に似ることから、九州のナイアガラ。 ミニナイアガとも言われる。また、魚がこの滝を遡ることができずに引き返したことから魚返しの滝という別名もある。JR 九州久し台本線の線路近くにあるため、車中から眺めることができる。平安時代に、第五天皇の孫の小松女院が身分違いの恋のために、文語国に配慮された清原正隆を追ってこの地まで来たが、 正隆が、すでに結婚したことを聞き知ると、次女らと共にこの滝に身を投じたという伝説があり、滝のそばには、小松女院を祀る嵐山滝神社が建っている。また、その際に、小松女院が衣や笠をかけたと言われる、傘掛けの松も残っている。近隣には、農村と都市圏との交流の場として、三日月の滝温泉が整備されており、露天風呂等の温泉施設、宿泊施設、 キャンプ場、パークゴルフ場等が設けられるとともに、カヌーや釣りが体験できるようになっている。ありがとうございます。